今日ここでやりたいのはこの論理数学的知能っていうのはこういう能力だよ、はい、じゃあ皆さん自分で考えた時に何点ぐらいありますか、っていうのをやってみようと思ってます、では一番初めに論理数学的知能っていうのは数字を扱い物事の関係性を理解し順序立てて問題を解決する能力ですと。論理的な考え方を得意とし複雑な計算が強い人は論理数学的知能が強いと言えますと。なのでそのパターンや因果関係を明確にしたりですね、数学的計算を行うですとか根拠的科学的な説明を得意とするとか、そういった能力に秀でてる。で自分がそれがあると思えば4、はい、ないと思えば1、隊長何だと思いました？3です。3、はい、はい、で僕は2にしました、はい、1に1なのかなとも思いましたが、うん、1ってだからこの辺も難しいところですよ。主観で答えましょう。この人ねちょっと一回やる前に大喧嘩になったんですけど、はい、言えって言うと、うん、言わないになるんですよ。言え、うんと、あ、そう、あ、それってどういうことですかってなるなるほど、うん、なんか自分の中でメモリ作れるじゃないですか。4段階で数学的なそういうのどうですかって、うん、でなった時に、はい、自分の中のそれどういう、あ、なんか僕が思ったのは、はい、これ人によって変わりそうだなっていう。要は、うん、東大で数学を勉強してる人でも、うん、俺そういうのやってみて分かった1だよっていう人がいるかもしれない。いるかもしれない、まあ、1はないにしても、はい、なんかもっと天才たちを見てたりすると、はい、あ、俺ちょっと自信ねえなみたいな。あ、その人の3と俺の3が一緒でいいのかってい う、 うで僕が例えばすっごい自信があったとして、はい、すっごい自信があるから4って言った時に、はい、すっごい超天才みたいな人が俺自信ねえな2とか言ってなる可能性もあるじゃないですか。それはもうとかこうタイプによって。タイプ、何のタイプその何のタイプそれ。あ、まあ、性格によって、はい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 、性格によってなんか自信のあるタイプの性格の人とかいるじゃないですか。自信満々の人ですね。自信満々な人、はい、とできるけど自信のない人っているじゃないですか。いますね、はいはい、でその人その性格によってもこう自信があっても3ってつける。僕なんか絶対4はつけられないなと思いましたもん。各知能の評価は主観で構いません。その主観でほんじゃもう3で全部なるだろうな。3巻にしかないですよ。なるほど、はい、最初3だったで、はい、私はそれを、うん、2にしました。では、うん、次が言語的知能。言語的知能というのは文字や言語を処理する能力で文章の読み書きや会話などをする際にこの知能が使われますと、うん、言語的知能が高いと読解力も高い傾向が強く自分にとって新しい情報でもスムーズに理解することができますと、うん、また他者と話すときに相手にとって適切な言葉を選ぶ能力も高いため人に上手に説明できたり円滑にコミュニケーションを取ったりすることもできるでしょう、はい、なのでその読書や書物の会話を処理したりとか、うん、自身の考えを文字で表現するとか、うん、そういったことが得意な人たちですね、はい、俺3手つけたけどいいのかな。僕2ってつけましたけどね。あれだからこれもこれが起きるわけですね。そうそうそうっていう話。お前3回よって。お前か3回よもあるし今の話聞くとあるしって言いましたね今あ、そうそう、なんですかそれは。いやいや、低いと思ってるってことですか。二等兵がそうやって思うのもあるしって話です。あ、はいはいはい、で、まあ、僕自身も苦手かっていうと、はい、まあ、そうでもなかった。苦手な部分もあったりなかったりこういうのが起きちゃうわけですね、はい、なるほど。で、あの文章で説明するっていうか時間があれば結構得意だったりします。瞬間的に瞬発力でバンと出すのは苦手だけど、はい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 、バーッと考えてまとめて出すのは結構得意だったりするのでそういうのをどっちだろうなみたいな。なるほど、はい、主観で構わない。つまり8つの知能の相対的な強弱かな。まあ、なるほどですよね。8つの中で自分はこれが弱いっていうの、まあ、分かってるってことが重要なのかな。自分の中でどれが強いかみたいな、はい、だから4があるって話、4があって1があるって話じゃないですか。自分の中ででもつけようと思えばそれがつけれるっていう。相対的にランキングをつけてみたいな話、はい、だから他者との比較をすると
もうつけられないし、僕多分1年全部1年もああそうですねってなりますよ、うん、はい、で主観の だからこの能力の中で自分が一番どれが高いか、自分の中でどれが一番高いかだと自分の中でどれが一番低いか作れそうですよね、自分の中のこれは、うんうん、はい、でランキングならつけれるかもしれないあ、8点までにしてね、8点までにしてこう順番どこですかみたいな。あ、僕それ無理かもしれない、うん、これとこれ同率とかがありそうです。あ、まあ同列は同列でいいんじゃないですか。なるほど、うん、それにすればよかったですね。の方がつけやすいかもしれない、表の作り方として。単発で聞かれると自分をどこに評価していくのか。ただ、うん、この本であったのは、はい、1個だけとんがってるのがあれば、はい、そこですねなんですけど、うんうん、2つとんがってるねがあれば、はい、とか円が大きいとかね、要はバランサーなのか、うんうん、その剣盾なのか剣なのかみたいなので使い方が変わりますよね。そうするともう難しいですねまあやっていきましょう、はいはい、では次音楽的知能、はい、音楽的知能というのはリズムや音感、音程、ハーモニーのような概念を理解し表現することができる能力ですと。優れた耳を持つ指揮者とか、うん、感情を揺さぶる曲を作る作曲家とか、うん、演奏者は音楽的知能が強いと言えますと。またこの音楽的知能は脳の右側東洋と書いてあるので、右東洋かなんか、そう僕も右東洋かなんかかなと思ったんですけど、はい、右側の東洋と大きく関係してますと、うん、またやっぱりこの能力っていうのは、うん、そういうのをやればやるほど能力が高まっていく、はいはいはい、なんてことが書いてありますね。でもこの認識は低くなりましたけどね体調この例えば今の音、はい、私はね、うん、自分でカラオケは得意な、はい、得意だと思ってて吉川晃司のモノマネできると思ってるんですけど、うんうんうん、ウクレレをやり始めて、うん、あ、なんか全然できねえんだなって。そうなんですよ。だから評価下がりましたよ多分。やる理論も分かるって言ってましたもんね。理論も、あ、だから今は勉強して理論とかもだいぶ分かるようになった、はい、音階とかもなんか分かるようになった、はい、けどやったことによって評価が下がった。俺全然できないやこれがまたやるとね、そう、我が身を知りますね、これは。そう、音楽やったことによって自分ができないことを思い知った、我が身を知る、はい、ってなると、これ音楽やる前だったら3つけてた可能性はある。だとまあ3でもいいのかもしれないですけどね、うん、はい、では空間的能力、はい、この空間的能力というのは視覚や空間を認識し処理できる能力ですと、うん、図形から得た情報を処理することが得意な人は空間的知能が強いと言えます。複雑な設計を行う建築家、うん、キャンパスに自在を絵を描く画家、うん、素材の形を変えることで作品を作る彫刻家、うん、運転技術に長けたパイロット、うん、チェス盤で、戦術を考えるチェスプレイヤーなどは、うん、この知能が発達しやすいですし、解剖学や幾何学を学ぶ際にも重要とされますと。空間的知能を伸ばすには 2D を 3D にすること、その逆の作業をしたり、サイコロの展開とかですね、はいはいはい、あ、もう大嫌いだった絵を学ぶことが近道ですと、うんうん、僕それ2にしたんですけど、僕これ1つけてもいいです、うん、それぐらい絵とかも、うん、なんかその橋の絵とかを描いてるんですけど、はいはい、川流れるのがこうやって絵になると上に行ったりするんですね。もう、あ、上に流れてる、上から、そう上から橋をくぐってくるみたいな、うんうんうん、多分遠近感がね表現できないんですよ。まあその表現は表現の仕方、僕もその絵は得意じゃないんで、絵って言われると2とか下がります。サイコロの展開とかも全くできないので。サイコロの展開とかは面白くてやってたことはとか、このよく昔ありましたよね、うん、図形がこの向きのやつが3つぐらい下並んでいて、うん、違う向きになった時にどれでしょうみたいな、うんうんうん、前ならもう全然もうはい、はい、体調これ3、今これ聞いた上でも3ですか。まあそのこれも絵とかになると、はい、絵は苦手感があるので評価下がりますけど、とか、まあ、あとこの本にあったのは歩いていて、うんうん、その小指をぶつけるとか、はい、僕よく腕時計ぶつけるんですけど、はいはいはい、あ、俺絶対低いって自信があるんです、うん、はい、まあ、それも分かんないですけどね。
腕時計は腕時計してない空間を認識してるかもしれないじゃないですか。だから腕時計なかったらぶつかってないっていうのはギリギリを攻めてる。ただこの本では、はい、うん、それがとても長けてる人は、うんうん、例えばこの棒を持ってこうやって移動するときもスルッとできるんですって。いや、もう脳みそもすぐなんて言うんだろう、あ、非常にできているので、うん、持った瞬間にそれが体の一部になるんですよ。これがこういう風になればあそこの隙間に入れるみたいな、うん、あ、それはでもなんとなくわかる気がします。サッとできる人がやっぱりいる、うんうんうん、多分中田秀俊とかできるんでしょうね、うんうん、あのサッカーで走ってる時にも誰がどこにいるっていうのがもう頭の中にあるって言ってましたから、うんうんうん、っていう空間的知能、体調は3をつけた、はい、僕は2をつけた。では博物的知能、うん、博物的知能というのは植物や鉱物など自然界の環境を理解し識別する知能ですと。医師や植物園の職員、動物園の飼育員とか農業に携わる人などは博物的知能が強いと言えると。また自然物の知識だけでなく美術品を鑑定して分析する美術評論家や音のエンジン音だけを聞くだけで故障箇所を特定する自動車整備士なども博物的知能が高いと言えますと。多重知能理論では博物的知能とはもともと自然界において色や形、音、香り、形状で物事を区別するのに使われていた知能ですと。そのため人間、動物、植物も含めて生き物に関連した諸々の判別能力が主ですが、その応用で人工物の識別も行えると考えられますと。なるほど。僕調子乗って3つけちゃいましたけど、僕もつけたけど2かなって思いました。僕も今2かなって思いました。はい、なるほど、うん、そうかもしれないですね。では身体運動的知能、身体運動的知能は体を使って自己表現や創作を行ったりするときに使う能力です。身体的機能が高いスポーツ選手、ダンサーやバレリーナ、表現力の高い舞台役者などは総じてこの能力が強いと言えます。もちろんアスリートだけでなく運動するのが得意な人の多くは身体運動的知能が高いでしょうと。さらに細かな手作業を行う職人や大工、画家なども多重知能理論においては身体運動的知能が高いと言えますと。体の動きは脳の運動野によりコントロールされているため、この部分が発達している人は身体運動的知能が高い傾向がありますというのがあって、まあ確かにこの運動能力が高いも頭の良さかって考えると、武井壮が言ってますもんね、この、うん、どれだけ正確に表現できるかみたいな、あのまっすぐに腕が、うん、そう見てない、目をつむった状態で横に広げてちゃんと横に、そう、うん、それずっとやってると、うん、鍛えられますよねって言ってますもんね、武井壮も、うん、っていうのとまた、うん、東大対全教頭で、はい、あちら側にいた芥田さん、うん、はいはいはい、は東大で、うん、あそこでバリバリに言葉を操る多分超天才なんでしょうけど、うん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 、進んだ分野が演劇なんですよね、うんうんうん、多分その表現、うん、体で表現する、うん、で彼はだから前衛をやるんだよって言ってたんですけど、うん、前衛前で守ると、うんうんうん、要は表現を守ったんだなというのが腑に落ちてですね、はい、ああ確かにこれも知能かっていうのが腑に落ちた感じでございます、うんうん、で次対人的知能、うん、対人的知能は他者の気持ちや感情を理解し関係を良好に保つために使われる知能ですと、はい、生徒から慕われる学校の先生や患者から信頼される医者、うん、国民の代弁者になるような政治家、営業が得意なセールスマン、うん、販売員など人の気持ちをうまく購買意欲に結びつけることが求められる職業などはこの能力が高いと言えますと、うん、対人的知能は脳の前頭葉と関連していますと。前頭葉は思考力や感情の制御を担っており、前頭葉を失うと外界に対して無関心になったり、欲求に対して我慢ができなくなったり、注意散漫となり、生活や学習に影響が出たりしますと。なんで、まあ、ここが発達していると、他人の感情を理解し解釈する能力とかが秀でる。うんうん、
僕ここはあの強気に4にしましたけどあ、まあちょっと分かりやすいかなと思って自分が売りつけることはできないんですけど、はい、まあ、この中で4つけるとしたらこれかな、これかなと思って4をつけました、うん、だからこの4をつけれる性格の人がいるんじゃないかな。つけれない性格の人とつけれる性格の人。バカにしてますか？バカにしてないです。ディスってますか僕のこと？ディスってバカだなと思ってますか？思ってないです。そういう話じゃなくてなんかこう明確な基準がないじゃないですか。主観って言われると、主観ですもん、主観って言われると明確な基準がないので、はい、4とかつけづらいみたいな、はい、なんとなく得意とか不得意でしか評価できないみたいな。ちなみに体調を、うんうん、あもう一個やってからにしましょう、はい、すいません。で最後にあるのが内省的って読めばいいんですかね、内省的って読むんですかね、はい、内省的知能、うん、内省的知能は思っていることや考えていること、うん、好き嫌いなどを知り、うん、自分とは何者で何をしたいのかなどを考える知能です、うん、内省的知能は己、うん、己について追求したい表現者、作家、探検家などによく見られます、はい、この知能が強い人は自らの感情や欲求の根源にこだわりがあるため、それを探求することに時間とエネルギーを費やすことが多いでしょうと、はい、またこの内省的知能というのは対人的知能と同様に前頭葉に大きな役割を果たしていて、内省的知能を伸ばすには自己分析を重ねることがいいでしょうと、つまり自分とは、うん、と自問自答すること。はい、もうこれ2かもしれないな。僕これ1でもいいです、うん、はい、そんな自問自答しないっていうか僕やっても、うん、あないない、そんなのこれ逃げなのかな。まあ鍛えろって話。あ、鍛えろはあるかもしれない。そこまで。でもそのためにお釈迦様とか読むと、うん、そんなのないんだよに行き着くわけじゃないですか。まあ、お釈迦様は全部ないって言いますもん。だったらもうやらなくてそこでやらなくていいやっていうのは早計なんですかね。その、まあ、能力は育たないって話ですもんね。あそこにとらわれるなって話じゃないですか。お釈迦様はとらわれるなって話です、うん、だけど能力高める、追求するのは重要かもしれません、うん、何かに必要ならそれを伸ばす必要はある、はい、だって自分とはもう自分の好き嫌いが分かれば好きなことやってれば幸せって話ですもんね、うんうんうん、皆さんが多分不幸せだって思うのは、うん、多分それが分かってないからギャップに悩むわけですもんね、はい、あ自分が好きだっていうことできてない、うん、でも分かってるって話じゃないですか好きだっていうことが分かってるからそれができてないああ、わおわお、はい、なるほど、うん、多少これちなみに、はい、この中で4をつけるとしたら、うん、身体かなって。ああなるほど、はい、昔そこそこの運動選手だった。はい、僕多分父親にずっといろいろやらされてましたから。はいはいはい、はいはい、体も大きいですしね、うん、だからそう、そこそこ、でもそこそこですよ。謙虚ですね。あ、まあだってこう何か実績を残したほどではない。僕もこのなんで対人的知能がそこなんだろうっていうのははい読んで、うん、決してギバーではない、与える人のギバーではないので、はい、好かれるタイプではないよなって、うんうん、これがでも、まあ、でも得意って話ですよね。自分が得意だと思ってる、この中で言えばこれが一番得意、うん、好かれなさい、好かれようとすることはできるなって、うん、あ それが毎回通じるわけじゃないですけどね。でも、うん、こういうタイプが嫌いな人いますから。なんかこう主観ってなるとそうなるわけじゃないですか。なる読んだわけないってなるそう、誰にでも好かれるって書かれるといや、そう、僕のことめっちゃ嫌いな人はいるって。そうなんですよ、まあ、難しいとこですね。確かにこれ説明聞くと4つけられないなって思いますもん確かに、でも、まあ、いろいろまあ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 、はい、